新見市上熊谷地区にある JR 紀新線岩山駅です。80年以上にわたり開業当時の姿を色濃く残す数少ない木造駅舎です。岩山駅は新見市と姫路市を結ぶ JR 紀新線の駅の一つです。駅舎を守る会の代表を務める白土哲夫さん。毎月一度交代で清掃活動を行うなど住民と共に管理を行っています。老朽化により一部改修はされているものの、板張りの壁や吊り戸、柱など大部分は開業時のまま。当時の外観をとどめている駅舎は岡山県内に10カ所ほどしかなく、今では数少ない木造駅舎の一つです。1981年、旧国鉄から無償譲渡を受けた新見市が地元住民団体に駅舎の管理を委託しました。まあ、今利用する人も少ないんですけど、清掃美化いうんですかね、そうは言うても乗客は少ないと言いましても玄関口になりますからね、いつも整理整頓したりきれいに掃除をしたり、これは大事にしていかないといけないと思います。それは地区の人みんなそう思っておられます。岩山駅は1929年に開業。一時は400人以上の乗降客がありましたが、車の普及により減少。1972年には無人駅となりました。タブレットを言って、JR の OB で岩山駅の名誉駅長を務める山田正春さん。この中に、上熊谷地区で生まれ育ち、学生時代には毎日駅を利用していたといいます。紀新線各駅、昔は交通手段といったら国鉄の列車だったと思うんですよ。ですからもう通勤の人と、我々通学の者、ホームにあふれんばかりの人が毎朝、昔は本当にもう華やかな駅だったと思い出がありますね。僕らは現在岩山駅を盛り上げようと、毎年桃の節句の時期にイベントが開催されています。新見、勝山、津山のひな祭りをつなぐ臨時列車の運行に合わせて乗客をもてなす、地区を挙げた手作りのイベント。駅舎をひな人形で飾り付け、甘酒や桜茶の接待、特産品販売など、イベントのある2日間、普段は物静かな駅舎に活気が戻ります。また来てください。駅舎を写真を撮ったり、なんかする光景をたびたび見るんです。中にはそういうふうに興味を持ってこの駅を見られとるんかないうことがありますんで、やはりこの雰囲気いうものはもう僕らができる限りは維持管理いうのをやっていかないといけんのじゃないか、そういうことは感じます。やはり現在こういった古い駅舎いうのは非常に貴重な存在になっておりますよね。ということで、やはりそれを大事にしていかないといけないと思います。それは残していきたいと思います。今になったらね、貴重な文化財だと思います。上熊谷地区とともに長年歩んできた岩山駅、集会所としても活用されていて、住民たちの拠り所となっています。地区のシンボルとして住民たちの手で守られています。